てってれよいしょ。おはようございます。今日はこちらにやってまいりました。森吉山アニスキー場です。ボサボサ寝起きで失礼します。残念ながら積雪は5センチもなかったですね。気温は多分体感ですけどマイナス5度ってところでしょうか。葵さんおはようございます。おはようございます。今日は何日ですか。1月2日です。今日もスキー頑張りますか。はい、元気よく。はい、よし、じゃ今日も楽しみましょう。はい。寝ぼけとるやないかい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は1月2日今日も朝から夕方まで遊び倒したいと思います。はい、はい、頑張るぞ。さあアニスキー場です。なんとゴンドラ1本と山頂リフト、第一ロマンリフト、それと中間にロープ等とね、これしかないスキー場ですね。樹氷観賞コースもあります。まあ狙うはこの日安節ですかね。秋田県初参戦でございます。よし、青行くぞ。レッツゴー、並べ。はい、まずはゴンドラに乗ります。じゃん。片道30分もあるんですか。いや、もっとかかると思います。もっとかかる。お願いします。まずは一発目はゴンドラに乗りました。このスキー場はゴンドラとリフト2本しかないです、はい、こんなでっかいスキー場なのに。そしてこのゴンドラ片道30分以上かかります。どうすんだい、長いぞ。ってことは1人、4曲ずつ歌を歌うとちょうどいいかもしれませんね。それでは葵さんから歌ってください。せーの。遊ぼういいよ。ゴンドラを楽しみましょうか。30分。よろしく。よろしくどうぞ。なんと幻想的な森を私たちは上と向かっております。やたら上がどっかしありがとうございました。コントラ30分長すぎるだろう。そして肝心な山頂コースがクローズです。しょうがない。それではゴー。いやーすごいね。寒すぎる。これからも一気に下まで。それしかない。寒いです。ものすごく寒いです。で、よし、カモン。カリンコリンやないかい。カリンコリンやないかい。パウダー。ちょっとだけパウダー。ふうふう。地形がよく見えない。気をつけよう。行ってみるかい。おいでおいで。よし、母ちゃん先頭。もうねコースになってるから、うん、レッツゴー、行け。
フレッシュね、なるべくフレッシュいってよ。右の方、左の方。なんと強風でゴンドラが止まりました。なのでこのリフトしか今動いてません。与えられた環境を 120% 楽しむ天然パーマファミリー、思いっきり楽しむぞこれを。よし行こう。まず俺が行くから見てろ。ヤッホーヤッホーウォッホーウォッホーいやー、ウフまあラッキーだったね。でも朝乗れてね。そうだね。うん。ねえ、いいパウダー食えたし。じゃあこれラストにします。いいですね、みんな。はい。じゃあラストは小鳥リーダー。じゃあ場所も外の後ろ行く。うん。いいよ、こと。どのコースでもいいよ。もう小鳥に任せる。全小鳥。よしげ。2番目は葵。ちゃんとね、壁当ててね、毎回。ラスパウダー。ナイスライン。
下届けとくよ。下に届けとこう、リフト乗り場に。途中でね、板落っこちてた、リフトの線下下に。多分取りに来ると思います。お願いします。3番だったかな？ 3 番のところに。よいしょと。はい。森吉山アニスキー場、本日は12時45分でおしまいです。今日はここまで。それではまた。バイ。今日のアニスキー場は早くも撤収です。強風、それからとんでもない寒さのため、リフトも動きません。1個しか。さあ、撤収撤収。これを取ります。これを取ります。さあ、帰りの下り道ですね。もうここはですね、とにかくスピードを出さずに、ゆっくり降りる。ただこれだけです。後ろからどう文句を言われようと、時速10キロで降ります。まあ、あの一番ね、斜度のきつい最後の3カーブぐらいはね、もう本当に慎重に降りていきたいと思います。もう昨日から積雪が半端ないですね。だいたい今ね、標高1200メーターぐらいまで来たのかな。いい雪降ってるんですけども、上はもう風が強くて、ゴンドラが運休になりまして、なんとリフト1本しか動かないというね、まさかの事態になりましたので、ちょっと雪が激しくなる前に下山をすることを選びました。いい判断だね、母ちゃん。そうだね。安全第一だね。ここまで行っても白銀の世界、これが本気、秋田の本気だ、本気だべさ。ちなみに今のところ秋田美人にはまだ会ってないんだけど、本当に実在するのかね、秋田美人って。ポスターの中にそのポスターですらいなかったんですか。イエーイ、できました、田沢湖てってれー。撮る写真、わー綺麗、わー綺麗、めちゃめちゃ綺麗。なんかすごいね、向こう側に白い山が、あ、ここ綺麗、あ、もうちょい進んでもらって、なんか変なポールが。That father is 10 men permed!